モデルにメイクを施すメイクアップアーティストメイクアップアーティストとはテレビ、映画、CM、雑誌、舞台、ファッションショーなどでタレントや出演者にメイクを施す技術者のこと。テレビや舞台、映画のほか化粧品やブライダル専門の会社などで活躍することが多い。メイクといっても単に美しいメイクをするだけでなく状況、役柄、 服装といった様々な条件に合わせてメイクを施す。そのためメイクに関する知識、技術にとどまらず、肌や骨格、トータル美容などの幅広い知識、ファッションセンス、流行を捉える、感性、想像力などが要求される。仕事に合わせて様々な知識を取り入れ、絶えず研究する姿勢も必要で、メイクと同時にヘアを担当することも多いので、 ヘアスタイリングの技術も身につけている技術者もいる。1970年代以前のテレビや映画、ファッションショーなどの出演者、モデル等のメイクアップは主に美容師が担っていた。当時テレビ局内にはメイクアップアーティストが出演者にヘアメイクをする美少室が設けられていたことから美少さんと呼ばれていた。また、日本舞踊の白塗りなど日本の古典的な化粧師をカオシと呼ぶ。 日本では1960年9月10日、白黒だったテレビ放送から色のついたカラー放送が開始され、1964年の東京オリンピック開催を機にカラーテレビの普及が進み、カラー放送が増えたことでメイクアップアーティストの仕事が急増した。1972年には日本で初めてプロのメイクアップアーティストを養成する。 専門校メイクアップアーティスト学院が東京の渋谷に誕生し、メイクアップアーティストという職業名も認知されるようになった。現在テレビ局では美少室からメイクアップルーム、美少さんからメイクさんと呼ばれるようになった。メイクアップアーティスト等のマネージメントオフィスをアーティストレップと言い,い、メイクアップアーティスト等のクリエイターのスケジューリング、交渉、 営業などを行う。レップに所属することによって、アーティストは、アーティスト活動に専念でき、信頼性、営業力等を得ることができる。特に、国際的に活動するアーティストは本国に、マザーエージェンシーが必要となるので、レップに所属するアーティストが多い。メイクアップアーティスト学院、ありがとうございます。